マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット効果の高いお茶、どんなお茶飲んでいらっしゃいますか？ただ痩せたけれどもお肌カッサカサ、ゲソリとかね、こんな状態になるのって嫌ですよね。そこでこの動画ではダイエット効果プラス綺麗に痩せることができるお茶がわかるんです。もしあなたが美味しく飲みながら綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ、綺麗痩せするお茶についてお伝えしていきます。では動画のお話、流れはこちら。1つ目、綺麗痩せするお茶の痩せるポイントとは何でしょうか。そして2つ目、おすすめの綺麗痩せするお茶ということで、実際にお見せしてお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。痩せるポイントとはということで、主に2つあります。1つ目、腸内環境が整う材料だからなんですね。これとっても大事なんですよ。例えばダイエットに良いとね、まあ歌ってあるお茶、よくよく原材料名を見てみると、もういっぱい余計な添加物が入ってたりするお茶とっても多いんですね。実はそういった痩せそうで太ってしまうお茶というのがあるんですよね。ポイントは無添加であることです。ではないと、いくらねダイエット効果があったとしても、そもそも添加物がたっぷり入っているという時点でダメです。なぜかというと、添加物をもしあなたが知らない間にね、どんどんお茶であったり、まあ、他の食品であったり、まあ、全て共通するんですけれども、どんどん取れば取るほど太ります。なぜかというと、あなたの腸がね疲れてしまって動かなくなっていくからなんですよね。腸に負担をかけてはいけません。腸に負担をかけ続ける限り痩せることはできない。これとっても大事なんですね。なので逆に言えば、腸内環境に優しい、腸に負担をかけない、しかも痩せ効果がある材料を使ったお茶が、やはりダイエット効果の高いお茶ですよということになります。なのでもしあなたが今何か飲んでらっしゃるようでしたら、原材料名チェックしてみてくださいね。そこに余計な添加物、特に人工甘味料だったりとか、化学調味料だったりとか、着色料とかですね、香料とか乳化剤とか、余計なものが入っていたとしたら、今すぐやめた方がいいです。では2つ目の項目です。美容効果が高いお茶だからなんですね。これとっても大事ですよね。痩せたいです、うん、痩せたいんだけれども、綺麗に痩せたくないですか？せっかく痩せたのにね、もうお肌カッサカサ、げっそりで、周りからも心配されるような、そんな不健康な痩せ方しても嬉しくないですよね。やはり痩せたからには、周りの方々からね、わあ痩せたねって、綺麗になって、なんかお肌も髪の毛もツヤツヤだねって褒められたいじゃないですか。そのために必要な成分が入っているお茶を今回選んできましたので、ぜひ最後までご覧ください。それではここから2つ目の項目です。綺麗痩せすることができるお茶について詳しくお伝えしていきます。このお茶を作っている原材料、それぞれが持つ痩せ効果について詳しくお話ししていきますね。まず1つ目はハトムギ茶です。ハトムギ茶は脂肪吸収を抑えてくれる効果があったり、また便秘改善ですね、そしてデトックス効果がありますから、肌の潤いを保つ効果がアップするお茶になるんです。そして2つ目です。トウモロコシも入っています。こちらトウモロコシは糖質の代謝促進ということで、まあ、要するに、まあ、太るもと糖質をですね、まあ、どんどん代謝を上げて燃やしてくれる効果が高いということですよね。そして食物繊維が豊富、血行も促進してくれますから、結果代謝も上がっていきます。でまた悪玉コレステロール値を減らしてくれたり、むくみ改善の効果もあるんですよ。そして次は小豆茶になります。脂肪の蓄積を抑えてくれますし、中性脂肪やコレステロール値も抑えてくれるんですね。そしてまた女性に嬉しいむくみ改善効果もここでさらにアップということになります。それでは今回キレ痩せするお茶ということで選んだのはこちらになります。無印良品さんで見つけました。穀物のお茶、国産穀物ブレンド茶ということで、1袋あたり 20g 入っています。で小包になってまして、ティーバッグですね、 2g×10袋入っています。でこちらですね、まあ、主な材料、痩せ効果、先ほど3つお伝えしましたが、他にも入っています。国産の大麦、米、
そしてハトムギ、トウモロコシ、小豆の5種類をブレンドしました。穀物の香ばしさを生かしたノンカフェイン茶です。ということで、ここも痩せるポイントなんですよね。痩せるためにはノンカフェインがおすすめなんです。なぜかというと、カフェイン飲料を飲みすぎてしまいますと、そもそも腸が動かなくなっていくんですよね。緊張状態では腸はやっぱり動きにくいわけです。で、一番腸が動いてくれるっていうのはですね、リラックスしてる時、例えば寝てる時とか、体のね力が抜いてこうふわっとリラックスしてる時に、やっぱり腸って一番動き臓器なんですよね。なのでこのお茶はそのノンカフェインですから、スイッチオンのねやっぱり交感神経を優位にするようなカフェインは含まれていないお茶ということになるんですよね。そして美味しい入れ方ということで、適量がですね 100ml になってますけれども、あの熱湯で作っていただくとかなりね濃ゆく出ますので、私はこの場合の 200ml の熱湯に対してティーパック1袋使って作ってみました。すごくね美味しいです。私はこの量が好きです。もちろんねお好みでいいと思うんですけども、やっぱり水分でしっかり取った方がいいので、やはり私のおすすめは1カップですね。 200ml に対してこのティーパック1袋で十分効果があると思います。そしてポイントはですね、やっぱり冷たい飲み物好きな方いらっしゃるかもしれないんですけども、痩せたいためにはですね、冷たい飲み物は NG です。なぜかというと、やっぱりお体が冷えてしまってね、腸が冷えてしまうと代謝が落ちます。するとせっかくね痩せ効果があるお茶であっても、冷たいっていうだけで効果がなくなってしまう、半減してしまいますから、ぜひこのお茶はホットで温めた状態で召し上がってくださいね。ではここからさらに痩せる飲み方ポイントについてお伝えして終わっていきたいと思います。まずポイントは、どんなに痩せるねいいお茶であったとしても飲みすぎては NG です。ポイントの量は1日に 1、2 杯程度、ティーパック2袋分ぐらいを消費する状態で OK です。そして先ほどもお伝えしましたが、冷たいのではなくてホットで飲みましょうでしたね。そのことでしっかりと腸内環境が整って、腸に負担をかけずに代謝が上がって切れ痩せすることができますよ。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。